アイランドナンバーワン例の戦いは、南北戦争初期の1862年2月28日から4月8日に、西部戦線ミズーリ州とテネシー州の宗教近く、ミシシッピ川で行われた戦いである。北軍の陸軍と海軍が島を包囲して占領し、ミシシッピ川の支配権を確保した。テネシー州ヘンリートリデとドネルソントリデの降伏に、続いて、ケンタッキー州。 コロンバスは明け渡し、南軍ミシシッピ軍の指揮官 PGT ボーリガード、将軍はコロンバスから約60マイル下流のミシシッピ川、ケンタッキーベンドにあるアイランドナンバーワンレイを選んで川を守るための強固な陣地とした。南軍の防御設備は島にある砲台と島の岸から離れた浮き砲台だった。近くにはニューマドリッドの町があり弱点の一つだった。 北軍のミシシッピ軍指揮官のジョン・ポープ准将は2月28日にミズーリ州コマースを侵発しニューマドリッド攻撃に向かった。部隊は物資や大砲を引っ張りながら沼地を抗軍した。エムジェフトン・プソン准将が指揮するミズーリ州兵の小さな派遣部隊と交戦した後3月3日にニューマドリッド郊外に到着した。ポープは町が重火砲や 砲艦の小さな戦隊でうまく守られているのを見出して、包囲戦を敷いた。守備隊の指揮官ジョン・ P ・マッカウンはニューマドリッドとアイランドナンバーワン例の双方を守っていた。3月13日、ポープはその行為法を持ち出し、追日中砲撃戦を続けた。南軍の砲艦と部隊は、ニューマドリッドを守ることが不可能と思われてきたので、町を明け渡し、 アイランドナンバーワンレートテネシー州側のティプトンビルに全軍を移動した。アイランドナンバーワンレートニューマドリッドの防御設備及びポープ軍の作戦行動1895年の作画3月14日、ポープ軍はニューマドリッドがもぬけの殻になっていることを発見し、町に進軍して占領した。3月15日、海軍将官アンドリュー・エイチフットが指揮する。 アメリカ海軍戦隊がアイランドナンバーワンレイの上流に到着した。4月4日の夜、攻勢被覆砲艦アセスカロンデレトがアイランドナンバーワンレイの砲台下を通過し、ニューマドリッド沖に停泊した。アセスピッツバーグが4月6日の夜に続いた。攻勢被覆砲艦は、ワトソンズポイントとその下流で、南軍の砲台を威圧することができ、ポープ軍が川を渡って、 南軍の脱出路を塞ぐことができた。マッカウンから指揮を変わっていたウィリアム・ w マッコール巡将は4月8日にアイランドナンバーワン例を明け渡し7000名の守備兵と共に降伏した。ミシシッピ川はテネシー州ピロー・トリルまで北軍の航行が可能となり2ヶ月後のメンフィスの戦いでテネシー州メンフィスの奪取につなげることができた。 アイランドナンバーワン例は、その後ミシシッピ川の侵食によって消滅した。ありがとうございます。